や。コラリー、おはよう。おはよう。キアナさん、どうして私たちよりも早いの？今日が初めての実践授業だから重要視してるんだ。それにこの授業は最初に私が考えたものだよ。だからあんな変な名前になったの？変じゃないよ。悪条件でどうやって危険な状況を好転させるか、チームで協力し合うことの重要性、わかりやすいでしょ？メイさんが理論の授業でこの名前を口にしたとき、笑いをこらえられずに3回も言ったんだよ。それはメイ先輩が悪いんだって。メイ先輩は私の構想を全部理解してないもん。わかった、そのまま彼女に伝えておく。やめて。その授業が終わったら私と一緒にお茶しないかなって言おうとしてるんだ。いいね、キアナさんの庭は一番人気のある休憩場所だって聞いたよ。私の庭じゃないよ。確かに私が手入れを担当してるけど、庭はみんなにサポートしてもらってできたものだから。でも花の世話がとても上手だって認めざるを得ない。だってずっとムーンベースにいるのは私とあの花たちだけだから。たった二人の常駐スタッフでしょ。助け合うのは当たり前。確かに。とにかく雑談はここまで。授業を引き延ばす先生にはなりたくないもん。一気に倒そう。これからの戦いは力を合わせることが必要だよ。はずれ！キアナさん、これなら力になれるはず。完全ロックオン、アタック。逃がさない。はずれ！くらえ！はずれ！一見必勝！くらえ！これを試してみて。逃げられないよ。決戦の時は来た。一気に倒そう。この一撃は逃がさない。
人類の楽しみはあんたの手にもある。人類の楽しみはあんたの手にもある。